ランディングシップスアンダーファイアトレジャリーアイランド1943ラッセル・クラークがルッキング・トゥアーズ・トゥラギー・フロム・ハバウ1944ラッセル・クラークがラッセル・クラークがサモアの学校の出版物に寄せた海鳥のイラストレーションラッセル・クラークがサモアの学校誌に寄せた海鳥のイラストレーションラッセル・スチュアート・セドリック・クラークはニュージーランドの画家 イラストレーター、彫刻家、大学講師。クラークは1905年8月27日にニュージーランドのカンタベリー地方北部クライストチャーチに生まれた。1922年から1928年にかけてカンタベリーカレッジスクールオブアートに学んだ。第二次世界大戦中はニュージーランドの公式戦争画家となった。コリン・マカホンやドリス・ラスクは 彼の弟子であった。クラークは戦前戦後を通してニュージーランドスクールジャーナル誌のイラストレーターを務め最初の非公式な美術編集者であった。1950年代、彼はスクールジャーナル誌やニュージーランドリスナー誌のために働いていた。クラークの作品の多くはウェリントンのアーカイブスニュージーランドに所蔵されている。ラッセル・クラーク賞は 彼を検証して名付けられている。ありがとうございます。